パリ行ったのもこれ当時としてはすごく珍しいんだけど、妻子連れて行ってんだよ。最近のパリの外でこう書いてるのを見ると、必ずこのお嬢さん子連れなんだよ。僕こんなの書いてますけどどうでしょうって、したブラマンクに小1時間罵倒され続けたんですよ。でアカデミックだって、それで行ってボコられて帰ってきたら、どうする？いやちょっと自分と合わなかったって言って詳しく語らずに帰ってないんだよ、うん、でまあこの落合文化村とか目白文化村とか呼ばれるここにアトリエを建てて、でそこで まだ学生時代ですよね、描いたこんな絵が残ってますよ。目白自宅付近とかでね、こんな絵が残ってます。でこれね、ここと同じでさ、この崖がずっと続いてんだよ、目白の先までな。でこう坂になってるわけだよ、みんな神田川とか妙正寺川に向けて。でその西久蔵のアトリエのすぐ下の斜面なんだよ。でここ今何があるかっていうと、聖母病院が建ってんだよ。西久蔵が亡くなった後、1931年にここ聖母病院になる場所なんだよね。当時はだからまだこんな感じで自然もいっぱい残ってる中にこういうアトリエを建てですね、そして1922年、24歳の時にはもう早くも子供も生まれて、八千子っていうね、子供も生まれて、で1923年には無事に東京美術学校を卒業するということなんですけれども、ここからこの23年に大学卒業して、亡くなるのは1928年8月なんですよ、30歳。だからね、西久雄三の画業って賞味4年半なんだよ。その4年半の間に恐ろしく描きまくったんだよ。でこれ誰に思い出せます、そういうの。パリに出てきてからの賞味4年間で鬼のように描きまくった人が、この西久雄三がものすごい憧れてた人ですよ。ゴッホ。そうなんですよ、ゴッホ並みなんですよ。生涯の短さも、その中でのそのハイペースさも、ゴッホ並みの人なんですよ。でこの人はこういう中村常、こういったか中村常も影響を受けてたけど、筆致的にはちょっとルノワール入ってんじゃないですか。いろんなものに憧れるんだけど、常に根底にあったのはゴッホなんだよね。そういう人なんですよ。で何しろこう生き急ぐわけですよ。生き急ぐ人ですから、もう日本でぼやぼやしょれんって言って、でもう大学出た年にパリに行くんですよ。お金はあるからね。金は実家に出させるって言ってパリに行くんですよ。だけどこの1923年って何ありましたっけ？関東大震災。そう、関東大震災なんですよ。だから大学出た途端関東大震災起きるんですよ。それで結構綺麗なアトリエも火が受けるんですよ。ここも火が受けるんですよ。ただまあ都心部ほどひどくはなかったんだよね。だからこそその後いろんな人が移り住んでも来たんだけども、で最近は震災の様子スケッチとかしてるんだけども、もうそれよりも何よりもパリ行くことしか頭ないから、関東大震災からもう2ヶ月後にはパリに行くんだよ、大阪経由で。もうあとよろしくみたいな感じで行っちゃう。でパリ行ったのもこれ当時としてはすごく珍しいんだけど、妻子連れて行ってんだよ、こんなちっちゃい子。当時パリに行った人ってほとんど単身でしょ。藤田嗣治なんてもう結婚してさ、すぐにパリ行っちゃってさ、そのままもう向こうであれしちゃって、そのまま離婚されちゃったみたいな、奥さんそんな状態な。佐伯雄三はさ、妻子連れて行ってんですよ。これすごく珍しいんですよ。しかもまあ奥さんも画家だったから、私も行きたいみたいなことがあっただろうけれども、子供まで連れていくかよっていう感じなんだよね。で、まあ、これは2回目のパリの時のあれなんだけど、最近のパリの外でこう書いてるのを見ると、必ずお嬢さん子連れなんだよ。子連れ画家なんだよ。
どこ行くにもこの子連れ回されてるんだよね。どこ行くにも妻子一緒なの。写生旅行行くにも外で絵描く時もいつも奥さんと子供いるんだよ。うん、こういうのはどうですか。いやなんか素敵ですか。素敵です。あすあいや素敵ということで大丈夫ですね。はい。はい、そうなんですよ。でもこの素敵が後にあだにもなるんですけどね。非常に珍しいんですよ。すごくあの結構写真もあのこの時代だからいっぱい残ってるんだよね。でパリで、まあ、他の画家仲間やなんかと一緒に写ってる写真もいっぱいあるんだけど、佐伯祐三のとこだけ家族なんだよ。そういうで金かかるわけだよ。だからなんでみんな単身で行ってたかっていうと、まあ、自由にやりたいっていうのもあるだろうけど、一つには金がかかるっていうのがあるわけで、行くだけでも金がかかるわけですよ。でそこはやっぱりあの双方の実家が太かったからっていうのもあってのことなんだろうけどね。こうやってパリに行ったわけです。でもうゴッホがさあのオランダからパリに出てきてさ、ものすごい短期間でもういろんなもん吸収したように、この人もパリ行ってからもう手当たり次第に吸収していくんですよ。で着いた年の4月かな、あの船で行ったから23年関東大震災の年の11月26日に神戸出て、パリに着いたのはもう次の年の1月なんだけれども、その年明けて24年の4月にセザンヌ展見ると、もうすぐセザンヌになるわけですよ。ほらもうこういう調子でどんどん吸収していって、手応えをガンガン掴んでいくわけですね。ところがその1924年6月の終わり、6月30日あの東京美術学校時代の先輩で、あの目白文化村仲間でもあった里見勝蔵っていう画家がいるんですよ。で先にパリに行ってるんですよ、里見勝蔵で。里見勝蔵は先にパリでモーリス・ブラマンク、モーリス・ド・ブラマンクに指示してたんですよ。で佐伯祐三がわしもブラマンクに会いたいわっていうことになって、じゃあ連れてったろうかって言って、連れてくんですよ。でブラマンクのところに、佐伯祐三は それがどのあれか分かんないけど、ラフの像を持って行ったんですよ、自信作、うん、僕こんなの描いてますけどどうでしょうって、うん、そしたらブラマンクにもう小一時間罵倒され続けたんですよ。でアカデミックだって、うん、このラフには命がないとかって、うん、ボコボコにボコボコにやられた、うん、それでショックを受けてこの顔を塗りつぶしたというのがよく言われてる伝説なんですよ。よく言われてる伝説なんですよ。そういうことになってるんですよ。うん、でもまあそうかもしれないですよ。ブラマンクにボコられてショックを受けて。ただその当時ブラマンクってオーベルシュドワーズ、あのゴッホが亡くなったとこ、あそこに、まあ、パリの郊外なんだけど、オーベルに住んでたのよ。でそこに訪ねて行ってボコられるじゃない。山内だったらどうする、もう帰るでしょ。帰りますね。あのホテル、その時その時もオーベルまで奥さんと子供一緒に行ってんだよ。だけどさすがあれだからっつってホテルで待ってて、奥さんと子供、あのゴッホが泊まってたホテルで待ってて、それで行ってボコられて帰ってきたらどうする。いやーちょっと自分と合わなかったって言って詳しく語らずに一緒に帰る。一緒に帰るよね。帰ってないんだよ。あのせっかく来たからゴッホが亡くなった部屋に泊まろうよっつってゴッホが亡くなった部屋泊まって、で次の日にあのガシェ医師、あのゴッホの面倒を見てた、あの人がずっとオーベルに住んでたが、ガシェ医師のところにあの聖地巡礼しに行ってんだよ。だからそこまでショック、まあショックはショックだろうけど、せっかく来たんだから見てこうよぐらいの余裕はあったみたいなんだよね。その頃ね、オーベールやたらみんな行って、みんなガシェ医師のとこ行ってるんだよね。あのガシェ医師のとこにあの
なんつうの、あのゲスト帳みたいなのがあるんだけど、いろんな画家に日本人の画家が書いてあるけどね。でもまあそのそれでショックを受けてこの顔を塗りつぶしたと言われてるんだけれども、ただ冒頭にも言ったように、まあいずれにせよ佐伯祐三はこれを自分では失敗作だと思ってるわけですよ。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。